写真拡大。オリックス阪神オープン戦14日京セラドーム。オリックスのアデルリン・ロドリゲス内野手が14日4回に阪神先発の中田から完璧な一発を放った。2戦ビハインドで迎え4回先頭打者で打席に立ったロドリゲスはカウント1-0からの外角低めへの変化球をうまくバットに乗せバックスクリーン左へと運んだ。来日1号となるソロアーチで1点差へと点差を詰めた。ロドリゲスはこの日まで3試合に出場し6打数3安打と好調を維持。アダム・ジョーンズ外野手の存在に注目が集まるが、ロドリゲスも開幕スタメンの座獲得へ猛アピールを続けている。フルカウント編集部。